日ごとの糧、2023年8月28日、イスラエルの神は語り、イスラエルの岩は私に告げられる。神に従って人を治める者、神を恐れて治める者は、太陽の輝き出る朝の光、雲もない朝の光、雨の後、地から若草を燃え出させる日の光。サムエル記下23章3節4節。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。マタイによる福音書11章29節。このマタイの福音書の言葉は、有名なイエス様の言葉ですね。この前の言葉は、すべて疲れた人、重荷を負って苦労している人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげようという言葉なんですけど、このマタイの福音書のイエス様の言葉はご自身のことを柔和で謙遜なものというふうに呼んでますよね。で、この柔和で謙遜なものというのは、このサムエル記の言葉を引用すれば、神に従って人を治めるものであり、神を恐れて治めるものの心を持つ存在。そういう姿勢で生きている存在ということですよね。で、このお方と共に歩むこと、このお方から学びつつ生きること、あるいはこのお方と重荷を分かち合いながら生きていくこと、そこにこそ希望と安らぎがもたらされる秘訣があるのだということだと思います。イスラエルの神は語り、イスラエルの岩は私に告げられる。神に従って人を治める者、神を恐れて治める者は、太陽の輝き出る朝の光、雲もない朝の光、雨の後、地から若草を燃え出させる日の光。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。このイエス様の言葉は本当に大切な言葉だと思いますね。こういう存在なのでついていく、ついていけるということなのかもしれません。良い一日になりますように。そこにある希望をキリストの中に生きるなら与えられます。新しい心、新しい命、新しい名前、新しい言葉、新しい立場、新しい家族。